ああそういうシステムか。はい、あ、いいね。これちょっと打ち分けられんのもしれんだよな。角度レディース&枠を切り引き続きよろしく。どっちに蹴るかを一応こう、おーい嘘でしょ。いや危ない、なんかガクガクすんだこれ。あぶね、いやーザガザシね。蹴る野球、あ、キックベースっていうやスポーツが知らないか。うん、戻れないね。あはは、チェンジか。キックベースって知らねえ。バラは何なの。負ける野球だよ。寝落ちしてた。おい、おやすみ。あ、いらっしゃい。夢森世代ならわかるやろ。そうだ、夢がモリモリだわ。しかし抱きしめられないほど。あ、ないね。確かにね。PC エンジンってそういうの多いね。ゲートボールとか。接点不可在。接点不可在がないうちにレトロフリークを使うのはおすすめしません。マジで壊れるかもしれんね。ケンジストリートキャッチ、何？アスリートキャッチ、何？なんかあったな。スマップが遅そう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 、色なんだっけ、トドマツだっけ、なんだっけ、違う、何マツくんだっけ、あれあれ面白かったよね。あの頃のスマップはだって森くんがいるからあの番組に出れただけで、他の人関係ないからね。音松、音松か、森くんあってのあの番組だもんね。森くんがいて、あの番組が夢が森森って、森川美穂、そう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 。うちの姉貴は森川美穂の目当てで見てたな。うちの姉貴はね、ジャニーズは嫌いだけど、キャプツバの同人誌を買ってたよ。セイントセイヤとか。音松。うん。あの頃、あれ面白かったよな、なんかな。これ、ショボゾのお兄さんが、ショボゾのお兄ちゃんがやったゲーム。そのぐらいの情報しかない。寝顔が綺麗。初見、ファミコン動画からありがとうございます。ヒロコがワンパンマンのエンディング歌ってて驚いたわん。うそー、マジで、そうなんだ。いやー、いや皆さん動画見ていただいてありがとうございました。ちょっと変な見てない人もいると思う。の兄貴わらなんだ、キャメルドライみたいに出てきたの。お前も変だよ、ちょっと。うわ、気持ち悪っ。何だっけ、ブロック崩しみたいなゲームだっけ。何なんか向ける感じ、何向ける感じ。これも一応デコゲーの分類。あ、そうなの。おお、なんだよこれ、なんか迫ってくんだけど。これ取っちゃダメだよね、あれ。あ、取っていいのか。これ大丈夫か、パズル。時期が小さい。ああ、あげる、なんか巻き戻せるぞ。パズルボブルみたいな。何このゲーム、ルールがわからん。ブロック崩しだと思うんだよ、ただの。なんか食べかけのリンゴあって、何なんだろうねこれね。なんか死んだけど、俺うちにこれが箱節付きでさ、綺麗な状態であるけどさ、バーガー王の状態で根本狙って一遍に落とすと高得点だったかな。本当にそんな器用なことできないんだけど。戻すのはボムみたいなもん。ああ、チオピンさんいらっしゃい。ワクオツです。ああ、今日はそう、なんか新品のままのタイトルが何個あるの見てきたんだけど忘れちゃったな。もう1話が終わっちゃったから。これはいずれちょっとプログラマーの方の関連でちょっとやってみたいゲームなんだけど、まだ戦闘のシステムがあんま苦手、やってないやつ。これこれ89年発売、早いな。ナムコ見てた、なんかこれはやっちょっとやってもいいのかな。ハハハハ、
小休みみたいな顔してんな。ずっと口ずさんでた BGM がファミスタだと判明。へぇー、何週も遊んだが記憶に残ってんくらい。残ってないのなんかすげーのできた結構好き。なんかプログラマーの問題であれ結構結構有名名作らしいね。これね、これも半券ものかな。原作があるんだ。じゃあダメだね。捕まってる。長井武を無理に見させようとして失敗してる感じ。いや、本物本物本物もろ長井武だな。本物の長井豪です。猿山ハゲのスケアワーみたいね。豪ちゃん作ゲン、おはは猿山ハゲのスケかわいそうだ。本物だからこれマジで。 ESP いらなかったわ。いや、これ本物本物。あ、パッケージ見りゃわかるよ。パッケージがまんまだから。なんか一番右にいたやつなんか変だったぞ。嘘、二重人格になっちゃったのこれ。褒めてやろう、それは褒めてやろう。どれをだよ。デビルマンみたいなやつ。スサノオ伝説っていう原作あんだ。初見ですカレー。カレーさんありがとう。家をついてるよカレーさん。ねえ、アシュラ男爵っぽい。アシュラ男爵ね。あ、いい、合ってる。あんまアシュラ感ないけどね。戦闘がちょっとね、システムがまだらみたいで嫌いなんだよ。エメドラみたいで。おー減ったわ。猿山にしか見えなくなったわここでいいや姉さんちょっとなんか落ちた。リズム天国が落ちた。よし、じゃあそろそろ目が覚めるようなゲームやろうか。とーんでお前ら連携して CM 再現しようとしてんだよ。 RPG、 はい、ちょっと目が覚めるやつやろう。やっぱりでもこれは続編あんま好きじゃないんだよな、これ。きた。いや、でも俺これ、ドットは好き、確か。あと、パッケージが大好き。パッケージを買ってんだよ。目が覚める。目が覚める。目が覚める。ちょっと目覚めそうじゃね。ちょっと電気消してみる。近かった。マホロさんいらっしゃい。しかし動かないやつほとんどないですね。そうだね、動かなかったのボンバーマンぐらいだよ。でも2枚目のボンバーマン動いたからね。ソルブレイ、ソルブレイみたいな。ソルジャーブレイド、やっぱドット綺麗だね。ソルジャーブレイドだ。うん、パッケージ超かっこいいからまず見て、ネットでソルジャーブレイド。これ誰が書いてんだろうな。めっちゃうめえんだよ。連射の具合はどうなんでしょう。あ、いいドットだな、これ。ちょっと丸くて可愛い感じ。連射の具合どうだろう。でも自分はファイナルソルジャーが好きだ。そうなんだ、ちょっとやってみようか。あ、ユークさんが言うんだったら、これでもドットが超好きなんだよこれ。ドットっていうかデザインなんだ。音ちっちゃいな。俺でも結局好きなのスーパースターソルジャーだからさ。でそれ以外あんまそんな好きじゃない。これ嫌いじゃないけど、どれが一番って言われるとちょっとっていう。あ、いいね、ちょっと音ちっちゃいけど。パーカッションいいね。音ちっちゃいな。熱い曲だが音がちっちゃい。レトロフリーク最近調べたけどすごい深いよね。そうだね、どっから行くだね。ガンヘッドやりたくなってきたわ。ガンヘッド好みが分かれますね。 PC エンジンのソルジャーシリーズ。あ、そうなんだ。 PCM はソルブレかな。おー、あ、そうね、いいよね。でもね、これただなんか、うん、そうね連射がすごいな。このレトロフリークの連射機能がすごくよくできてる。ちょっと音量上げていい？いいですね。いいよねこれ。音量ガンヘッドはコンパイル特有の長ささえなければ。そうなんだよね。オートボタンあるんだ。オートってか、あの、そう、連射できる設定があるから。フリークって持った感じどれくらいの重さ？これぐらい、あの、ファミコンのカセットぐらいの感じです。はい。カセットを刺す部分は、もうちょっとあるけど。実際はもっと高速にチカチカしてます。わら。ああ、そっか、見えてないのか。ああ、仲間が死んだ。パッケージは雑誌、宇宙船、どうしでもおなじみの怪獣絵師の大巨匠、カイザー・ユージさんである。あ、聞いたことある。めっちゃうまいぜ、マジで。もう、しびれるぞ。
超かっこいいの、あの偽物の SF の飛行機、存在しない戦闘機なのに あるかのように書くから、とんでもねえんだ、まず説得力ある、超かっこいい、ありえない、やっぱり大物が書いてたんだ、いやめちゃめちゃかっこいいぜ、やばいよなあれ、実際もっと、あそうそう逃げた、ステレオだった、あ使っちゃった、バカボム使っちゃった、コットンみたいなシステムだ、こっちにしようかな、これもあれ放送では乗らないの、感じも好き、いやそうだよね、いいよね、DC エンジンらしいいい曲だ、放送に向かない武器だからちょっと変えようと思ったら元戻して、うん、演出にくいね、おお置いていくだけの人、栃木実際だし、あいつ贅沢くと言って帰っていくところがたまらんあれはまた後に出てくる、あれ腕がなんかくっついてもまた強力になって出てくる、当たり判定がスーパースターソルジャーよりだいぶ甘いんですよね、そうだろうね、でもゲーム的にはこっちの方がかなり楽なんでしょ、 PSP でもできるな、そういえば、あそうなんだ、あコレクションか、いいものだ、わら、あれ自体が体当たりすればいいのにいやそれは違うんだ、硬い、うお来た、これは来た、この音はやばい、こんな一本ずつやってる場合じゃねえんだよ、やっちゃうじゃないか、あーまあ縦集だからかね、そこまでやんなくていいのですね、そか放送だと意外とこれも乗らない、 あんま乗んないね、この倍出てるから放送の表示の倍出てる、来た、あかっこいい、かっこいいよこれ、すげえな、なんかソルジャーコレクションというやつですね、あるね、トロフリークでラプブ4使えた、ダブル格ゲー快適にやれる、ラップ慣れてるわけ、コン使えるわけか、これいいかな、使えるよ、だから PCM かっちょいいな、これすごいね、 PC エンジンのドラムの音の表現やっぱ好きですね、やっぱこれレトロフリーク、これドットが綺麗に出るの最高だ、 F91 のラフレシアみたい、ラフレいたな、そんなの、後の R ぐらいである、わら、これあ動いてる、動いてる、パクパクしてる、あずれちゃったたまらんな、これでかくしたって、見れるもん、うわ来た、ゴテゴテしてる感じ、つけーたまらんね、たまらんね、ドットの感じがたまらん、ね、ドットのこの息切ったドット感がたまらん、ボムちょっと曲が、ボス戦の曲があまり良くない、ここまで良かったのに、これは何音源ですか、S、なんだっけ、 PSG じゃない、何音源っていう、 CSS じゃなくて、あー危ねえ、波形メモリ、あ危ねえ、てか俺やっぱ遅延ないよ、遅延があったら余計なんだよ、見てから余計と不可能なはず、 PSD、 いや、PSD、 波形メモリ音源、波形メモリ音源だって、いやーいいわー、レトロフリーク、スーファミの端子が硬くてぐっちゃぐちゃになるって聞いて購入迷ってるんですが、実際どうなんですか、あのちゃんとメンテナンスすれば全く問題はないけど、メンテナンスの仕方が分かんない人が手を出しちゃいけないそのめちゃくちゃになるのは錆びたカセットを刺して強引に抜いた場合に起こる現象です、だからそれはその扱った人が雑なだけ、マジでそう覚えておいてください、そういう知識のない愛のない人が扱うものではない。いいよ。プク音源。PCM 音源だって。いやそれはあれでしょ。サンプリング系でしょ。PC エンジンの音源は波形メモリ6音とノイズ2音のうち合計6音まで使用可能。結構出るんだよ。レトロフリークって日本語対応してるのか。対応してるっていうか日本がまあ日本で作ってるからね。接点復活剤は用意しよう。そうだね。まあそれと。一応そのサビを落とすために綿棒で、まあ、あの揮発性の高いものでこすってください。
本当は何がいいんだろうね。まあ、設定復活剤でサビを落とすのが一番いいんだろうな。するんで、接点復活剤と無水エタノール買いました。うん。抜くとき割れそう。まあ、接点復活剤で磨いて、磨ける環境があれば一番いいな。うわ、ロリーな。まず綿棒。でかい。すでにでかい。でかいな。なぜか拡大しておく。おぉピカールはがっつり落ちるけど怖い。ピカールって研磨剤じゃねえか。ドットくっきり。ソルジャーブレードはプレステゲームアーカイブや Wii バーチャルコンソールで出ていましたね。そういえば、そこは甘い武器で。まあね、最終的には必要。21歳。17歳が一番下か。理系なら、キムワイプ、ワクオツです。キムワイプって何、ね、何なのティッシュペーパーじゃないのあれって。無水エタノールの後復活剤って聞いたんですが、どちらか片方でよかったんですか。いや、本当は復活剤でガリガリやれればいいかな。結構贅沢な使い方かもしれないけど。誰から聞いたんだろうな。キムワイプ。本当はね、本当は別に、まあ、エタノールからでもいいけど。俺は結構。キムワイプは繊維が取れにくいやつ。ああ、そうなんだ。でもティッシュ、紙、ウエス、布ね。てか、鈴木、服装が地味だな。なんかラグい。なんか鈴木ラグいな、これ。このゲームが急にラグいんだけど、なんで？やべ、お腹痛い。プのグリス服の2歳的キムワイプ。あ、そうなんだ。マージャンだからまだ許せるラグ。そう。いや、多分これ元々のラグがあるんだ。エタノールで掃除、接点復活剤でワックスかけ。ってな使い方かなってあり。俺はだから、なんだ、接点復活剤ってでも聞いていくとさ、接点についたサビを落とすものらしいって聞いたから、ものだって言ってたから、先の方がいいのかなって思ったんだよね。てか、やっぱりね、接点復活剤で磨いた方が、より、ね、サビが取れるんだよね。ふむふむ。そういう意味では、まず、最初に接点復活剤でやって、で、仕上げに、エタノールとかで、揮発性の高いものでやって、で、仕上げにもう一回接点復活剤、つけておく。まあ、薄くね。それがいいのかなってちょっと思ったんだよ。仕上げはお母さん。まあな。仕上げはお母さん。はい、かぶった。キムワイプなら俺の隣で寝てるよ。そうだろうな。なんで使う？ショボゾは何に使ってんの？両方買っても無駄ではなかったか。いや、無駄じゃない。ぐらいしたからな。かぶった。笑。俺はだから、接点復活剤でまずやる。エタノールはゴミや汚れの除去だね。サビは取れないから。そう。だから俺最初にまず接点復活剤でやるようにしたけどね。以前はベンジンやって、で、接点復活剤。だったけど、今は、その前に、接点復活剤が入る。どうなんだろう。あ、勉強になる。いや、だから動画を作ろうと思って。メンテナンスとかね。保存法、保管法。結構ね、間違ってる人が多いから。でも、結構繊維、目が細かいんだよ。余裕で抜いてるんじゃ。何の話？ああ、台数？ああ、どうなんだろうね。俺でもそんなに生産力はないと思うから、生産とかそんなに作ってないと思うから。俺箱1買ったばかりなんだよ。嘘だ。なんかすごい。この時期に買う意味がわかんないんだけど。どうしちゃったの？ああ、これ動かしてたわ。接点復活スプレーは割と安い。そうね。結構使う量が違うもんね。箱1もレトフリも両方バイっとるわ。そういえば箱1の機械を見たことがないな。生で。いらっしゃい。なんか色合いがあんま好きじゃない。エリートコントローラーだけは欲しいけど、本国でも品薄らしいし、国内は予定ないし。ああ、俺だから買うんだったらエリート買うよ。6000円だったから買った。ヘイローというか。逆にプレステ4だけない。服のグリス汚れ取るの200ヘイローとセットで15000、6000で何？それも使えますかね。俺にもそれで買う手段はないの。その値段も買ってないんだよな。どういうこと？なぜか友達が次世代機を。あのコントローラーと同じぐらいの値段じゃん。箱1もプレステ4も、そういえ
ば鉄拳復活剤、でかいのがあるということでしたが、小さいやつ、220ml、しかありませんでした。ファイナルって言葉は最終という意味じゃないと知り、一つ大人になるんですね、わかります。なんだって破格すぎわら。うちはね、132だよ。132。そんなにいらないと思う。で、ちっちゃい方は、その接点復活王に関しては、ヤクルトより少ない。20ml かな。そんなにない。おお。中古の箱1のみだと14,000円だったけど、ヘイローごとセットだと16,000円だった。は？あ、中古か。ならいいか。困るを迷わず買った自分でも箱1には尻込みする。モノタロに接点復活を売ってたから買いました。そんな値段なのけ。もうモノタロ、モモタロだった。接点復活をな、銀色だった。さあ次行こうか。いや、その値段はおかしいだろ。ネットで手付きより安いのか。おかしいよな。なんでそんな安いんだろう。通販サイト、モノタロウ。あ、モノタロウって言うんだ。360持ってるけど、箱1は尻込みしてる。興味あるんだったら買って損はないと思うけど、ティッキすら買ったのにね。360の値段かと思ったらそんなに安いのか。そうだよ、箱1だよ。恐ろしい話。モノタロウは CM やってるね。へぇ。ステレオって書いてあるよ。あ、見えないのみんな、見えてる。モノタロウでも売っているのか。売ってるって。これアトラスなの？初めて知った。ダメク、お、マルチプレイゲーム。四人同時だっけ？本当みんなでやったな。これはみんなでやった時は面白いんだかどうかもよく分かんなかったな、正直。全部で何人だい？はあ。一人です。ネタバレ、ラスボスはあいつ。なんだ。これまああれだよね、あのガントレットだよね。ヘロスはアトラスですね。ああ、そうなんだ。おお、なんか一人でクリアなんかに似てるのか。こっちにも優しいよ。このゲーム超暗くね。美形に対してルフでがっかりするゲームだ。どういう、なんで回るんだろう。あれの真似か。そうか、しょうがないな。ちょっと街より、村より地下のが明るいって。あそこでやんなきゃダメ。わざわざプレステアーカイブでビタに入れたくらい好き。なるほど。ていうか PSP 版、 PSP と DS 版があったよね。やばい、めっちゃガントレットだなこれ。アーカイブであるのか、探してみようかな、ね、新作とか出たけど、PSP 版面白かったけど、なんか DS 版、どっちだったかな、 DS と PS 版どっち面白かったかな。階段で回るゲームってちょいちょいあるよね。ハクスラム持ってるやつね。あれも好き。うん、ね、あれやったわ。でもそんなにいっぱいはやんなかったな。まあ、これ一人でやるゲームじゃねえからな。あ、違う。 PC エンジンはリセットがあるんだ。これみんなでやりてえな。これ待てよ、レトロフリックって何人まで対応してんだ。キャラがぐるぐる回るとなんかゼルダゲームボーイ思い出す。おー、見たゲームだとブレイズ&ブレイドとかに受け継がれていってるよね。確かに。コントローラーは5人いけるね。ボンバーマンもできるね。よし、どんどん行こうかな。マルチタップには対応してないんだったかな。え、嘘だ。は？5人までできんでしょ。どういうこと？できないの？ボンバーマンみんなでやりたかった。嘘だ。PC エンジンのボンバーマンだと8人。USB ハブが無理ってこと？え？ハブが無理ってこと？単純に USB ハブじゃね？うん、ハブ無理ってこと？5人派できるけど USB とかでやれってこと？どういうことだ？あ、ダメなパターンかな？よし、これはなんかダメな気がしてた。正直なんでかというと、ちょっと古いからね、ソフトが。
マルチタスクでだろ。純正がダメ。USB ハーブがダメ。ハッカーインターナショナル。っていうか俺がさ昔ベンジンで拭いてたのは錆びないために拭いてたんだよね。純正のマルチタップが使えないんじゃないかな。水とかあのなんだガラスクリーナーとかで拭くのもいいっていうは言われてたけど、俺はやっぱ錆びさせちゃいけないから使ってないっていうのが。まあ、どっちかで遊べると期待しよう。純正のマルチタップが使えないいいんじゃないかな。っていうかね、USB3 個しかないんだよね。あ、これ汚ねえわ。いったんじゃない？ほらやっぱこれさ、PC エンジンの、このカートリッジスロットが、弱いんだよね、サビに多分。各ハードの純正マルチタップもレトロフリーク本体へ接続して使用することができますか？エンジン性が高すぎて効果長続きせんのじゃないか？いや、長続きとかそういうんじゃないの。サビさせないためにベンジンを使ったの。長続きって何の効果があるの、ベンジン。ベンジンなんか別にないよ。長続き。風船割りゲーム来たこれ。ふう、あったな、そんな。これ曲の印象は、あるな。懐かしい。うわ、こんなゲーム出てくると思わなかった。どういうこと？懐かしいってこと？当たり前だろ。みんな大好きだよ、このゲーム。結構画面がでかいんだよ。純正か？純正？あ、そういうことね。あ、そういうことか。純正のマルチタップが使えないってことね。PC エンジンのコントローラー挿すとこにマルチタップを挿してやると使えないってことね。あ、なるほど、なるほど。あ、なるほどね。これは使いたくて雪の切なさといったら。そうだな。ちゃんと宝のクレジットがあるってことは。そうなのこれ。宝関係あるんだ。綺麗だな。マルチタップ使え。製品のマルチタップをだから使うっていうのプレイはできないと。まあ、USB いっぱい挿すのは可能。あったかしめに。ライセンスの。ね。知らなかったね。ボードゲームの本体。あ、アダプター持ってるよ。本体と同梱版買ったもん。それじゃなくてもできるっしょ、多分。偽物のいろんなキャラがいる。あれ、ヨネだ。いらっしゃい。お帰り？今何時？もう12時か。ややこしいけど欲しかった情報だね。そうだね。でもまあ、田村正和が。懐かしいわ。これ今ネットとかでみんなで遊べるようにしたら楽しいでしょうね。まあまあ何でも楽しいよ、みんなでやったら。なんかみんなでやったら楽しいっていうゲームはみんなでやったら何だって楽しいじゃん。田中所長なんだろう。いや俺何もやってない。俺はこれ全部コンピューターだ。田中がスナッチャーのギリアンに見えた。違うの。ジョンウィック見てた。あ、ジョンウィックってなんだっけ。あー、なんだっけ。ああ、昨日言ってたやつだっけ。いきなり死んだぞ。高橋。バッファローのファミコン型コントローラーのマイク使えませんでした。当たり前といえば当たり前だけど。ダメか。ガンフアクションの。ガンフあれか、キアヌリーブスのやつか。はいはいはい。どうだった？どうだった？よかったから。元殺し屋が怒ってギャングを倒す。あ、殺し屋なんだあれ。オツです。あいつ疑惑。ギャグは怒らしたらあかん。ジョンウィックのアクションはかっこよかったよ。ああ、とっさにキアヌとトムクルーズの区別がつかない私です。それはないわ。そうだ、年代がちょっと近い。近くもないよね。ジョナサンがギリアンというよりポリスノーツのジョナサンに見えた。あれで田村正和じゃない。オツ、お疲れ様です。はい、お疲れ。次枠。残念ながら寝る方は寝てください。寝ない方は次枠で終わるかもしれない。次枠1、2、あ、頑張りゃ終わる。頑張りゃきっと終わるけど、頑張んないと終わんない数あります。10枚以上ある。コンアンドアジェネシスが横切った。嘘。お疲れ次枠。寝る方はお休み。